こんにちは、りょうです。今回は筋トレが苦手な女性だけ見て、下半身爆痩せエクササイズを一緒に頑張っていこう。1種目目は足を外に踏み出してからスクワットをしていくよ。お腹にギュッと力を入れて、膝が内側に入らないように注意をしてあげよう。今回のエクササイズは30秒やって、なんと休憩はなし。そのまま立て続けに全部で8種目やっていくから、一緒に頑張っていこうね。それではあと10秒。この動画を開いてくれて1種目でもこうやって頑張ってくれてるあなたはめちゃくちゃ素敵です。5 4 3 2 1、はい、 OK。 そしたら次の種目、外に足を大きく踏み出してワイドスクワットをしていく。お腹に力を入れて膝が内側に入らないように気をつけてあげよう。そして皆さんにお願いがあります。この動画が少しでも良かった、またやってみたいなと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価お願いします。コメントにもこんなエクササイズやってほしいというものリクエストあれば教えてください。それではあと少し3 2 1、はい、 OK。 そしたら次はバックランジ。足を後ろに踏み出していくよ。体は45度にお辞儀するイメージ。お尻を後ろに引くイメージね。後ろにある椅子に腰を下ろすイメージで行ってあげよう。それではもう少し、3 2 1、 OK。 そしたら次の種目、斜め後ろに足を踏み出していこう。これはさっきのバックランジよりもお尻がめちゃくちゃね引き締まりやすい種目なのだからね、美尻作りたいという人、ピーマン尻解消したいという人はこれやらないとマジでもったいない。一緒に頑張っていこう。みんなめちゃんこいい感じよ。次の種目、サイドランジやっていくよ。 OK、 切り替えていこう。そしたらね、足を外に大きく踏み出して片足を伸ばす意識ね。伸脚のストレッチって昔小学校の時とか中学校でやったと思うんだけど、伸脚のストレッチでこう膝に手つけないバージョンみたいなイメージだね。手胸の前に構えて足をしっかりね内もも伸ばしていくイメージね行っていこう。これ内もも痩せめっちゃ効果的。隙間できるでやらないと損。これもね一緒に頑張ろう。それではもう少し、3 2 1、はい、 OK。 そしたら床ちょんタッチサイドランジ。次はね床タッチしながらサイドランジしていくイメージね。これはあんまりこう上半身を上に上げない、ずっと低い姿勢のまま行っていく。これめちゃんこきついけどね、内ももマジで効く。本当に鬼レベルで引き締まるからね、一緒に頑張るよ。ここまでできたあなたなら絶対できる。あと2種目だからね、一緒に頑張ろう。OK、 もう少しいい姿勢だよ、頑張って。2 1、 OK。 そしたら次、みんなが気になるふくらはぎ痩せに効果的なつま先立ちをやっていこう。足の指で床を掴む意識。結構ね足の指がうまく使えていない人が多い。足の指がうまく使えないと太ももが太くなってしまったり、ふくらはぎがどんどん太くなってしまう原因にもなるんだ。だからしっかりと床を掴む意識って大事。一緒に頑張ってギュッと掴んでいこうぜ。あと少しで頑張って、ふくらはぎ結構きつくなってきたかな。でももう一種目だけ、ふくらはぎ頑張っていこう。あなたならできる。次はね、片足ずつつま先立ちをしていく。これも足の指を床掴むイメージ。忘れずに行っていこう。ここまでできたあなたはめちゃくちゃ素敵です。1種目だけじゃなくね、こうやって8種目目までできた。ね、しっかりと行動でやる気を支配できてるあなたはめちゃんこ素晴らしいからね。褒めてあげてね、自分のことを。じゃあ、あと少し頑張っていける。5 4 3 2 1、はい、OK。 ナイスファイト。いや素晴らしい。ほんと8種目よく頑張って、自分のことね褒めてあげて、ちゃんと褒め褒めしてあげてね。それではまた次の動画でお会いしましょう。